おはようございます。今日はなんとピアニストの笠木亮介さんっていう方のところに来ています。ピアニスト、そう、かっこいいですね。かっこいいでしょ。そして今日はスタジオでも入ってくださってるみたいなので、早速ちょっと話を聞きに行っておりまーす、はいはい、レッツゴー。はじめまして。はじめましてじゃないか。笠木さん、よろしくお願いします。今日は。よろしくお願いします。笠木さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は。はい、お願いします。はい、はい、それでは、はい、改めまして、笠木亮介さん。はい。通称カサヤンでございます。はい、よろしくお願いします。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はちょっと、笠木亮介と申します。よろしくお願いします。はい。じゃあ簡単にでいいので、はい、自己紹介いただいていいですか。はい。先ほどご紹介いただいたんですけれども、ピアニストのカサヤンこと笠木亮介と申します。よろしくお願いします。実際にピアニストということで、はい、今日は取材をさせていただこうと思ってて、はい、芸術的な方になかなか会う機会って僕らもないので、どういうふうに生きてるんだろうって僕らの中で謎な、そうですね、はい、分かりにくいですね。ピアノをやってる子供たちとかも多いと思うので、はい、うんうん、実際それをやっててそれをちゃんと職業にしている人っていう人の話っていうのは参考になるんじゃないかなと思ってますので、今日はねほりはほり聞かせていただきます、はい、ぜひお願いします。はい、まずピアニストいろいろいるじゃないですか、はい、クラシックピアノ1本でやってる方もいれば、そういういろんな種類っていうかカテゴリーっていろんなどんなものがあるのかって、鍵盤を使ったことによってどういう仕事が生まれるのか、はい、そうですね、いわゆるピアニストっていうと、うん、そのクラシックの演奏家っていうイメージが、うん、まあ、強くて、バッハさんとか、そうです、バッハさんとかモーツァルトさんとかベートーベンさんとかモーツァルトさんとかベートーベンさんとか、その昔の曲を演奏してコンサートデートで食べてる、それが多分最終の一番のイメージですね。スタンダード、うんうんうん、もう300年400年そういう職業はずっとあって、そ、ね、まあ、そのイメージが強いんで、作曲家の意図を組んで再現するっていう方がいわゆるピアニスト。僕はどちらかというと、そのピアニストの中のキーボーディストっていうのがありまして、キーボーディスト、はい、はい、キーボーディストっていうのはもう鍵盤楽器全部のことをまとめてキーボード、キーボードって言うんですよ。あ、はいはいはい、あのパソコンと同じキーボードっていうのを英語で一緒なんですけど、僕の場合は例えばアコースティックピアノも弾くし、うん、今ここにある電子ピアノも弾くし、うんうん、そのシンセサイザーっていういろんな音が出る、はい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 、機械的な電子的な音も弾くので、うん、まあ、キーボーディストとして今は活動が多いですね。なのでよりちょっとピアニストよりもニッチな方なのかな、ね、そうですね、世間的には。まあでもなんか普通のクラシックピアノだけだったら一つの音しか出せないけど、はい、虹色なことができるってことですね。あ、そういうことですね、その自分の好きな音を出すこともできるし、そのいろんな楽器と一緒に演奏することもできるので、ピアニストっていうと一人で演奏したりとか、なんかオケの中で一番前で演奏するとかですけど、そう、僕の場合はそういろんな音が出せる。カサヤンの場合、はい、急に通称で呼びますか。全然今はもういつものように。カサヤンの場合、一日どんな風なルーティーンで生活をされてるのか。そう、その演奏者としては、はい、大体は練習が主なものなんですけれども、今でもそのじゃあプロというかそういう風にご活躍されてても、そうですね、ハーサルに行くまでに例えば譜面を作るとか、譜面を作る、そうですね、譜面を作るところからやる曲、その既存の曲とかでも、はい、その譜面がない場合は自分で譜面を耳コピーって言うんですけど、通称耳コピー、そうです、その譜面を書いてでチェックをしてから、まあ、練習に入ったりとか、そういうことが多い
もう巨トンだよね。あ、そうですよね。耳で聞いてそれを楽譜にするんですか。そうです。なのでそのまあ YouTube 聞いてる方もいますけど、はい、僕はそのストリーミングで、うん、その聞いた音楽を繰り返し聞いて、僕は絶対音感はないので、うん、ピアノを鳴らしながらドミソかなとかドファラとかなとかいうのをやりながら、すごいな、そういうので行動をとって、結構最近はそのシンガーさんの歌伴奏って言うんですけど、はい、そういうサポートミュージシャンとしての仕事が多いので結構必須になって、大体30分から1時間ぐらい1曲撮ってで、まあ、練習するっていう感じ。それ楽譜くれないですか、そういう方は。大体お持ちじゃなくて、じゃあ音源だけ、ピアニストとしての当たり前のスキルとして起こしてこいよと、はい、楽譜に起こしてこい。それが多いですね。大体まあ買ってもいいんですけど、その結局ページをめくってる暇がないので、その見開きで置けるように自作の手書きの人がやっぱ多い。めくってる場合じゃないですか。そうです、そうです。なので市販のやつってそのピアノだけで成り立つ譜面が多いので、いわゆるコード譜って言ってコード進行だけで書いていくね、そこをちょっと説明が。なるほど。作曲をしたり、はい、歌い手さんの伴奏を耳コピで仕入れて自分で音源書き出して、はい、一枚にまとめて。そうですね。アーティストさんのオリジナル曲もあるので、あと余計譜面がなかったりするので。そうですよね、はい、自分で書き起こします。すごいな。そのさっきあの笠谷が言ってくれた絶対音感っていう言葉と相対音感っていう言葉あるじゃないですか、はい、あります。あの2つって何ですか。簡単に言うと、はい、そのよく言われる絶対音感っていうのは、うん、3歳ぐらいまでに身につけないといけないんですけれども、教育でそのなんていうのか、音を覚えさせるっていうその訓練が英才教育であって、うんうん、歌ったりとか手を叩いたりとか耳で聞いたりとかして西洋楽器のドレミファソラシドっていうのをまあ覚え込ませるっていう、割と訓練身につけるもので、結構持ってても街中のその救急車の音とかパトカーの音とかがドレミで鳴ってうるさいっていう人もいるし、結構過度な方はそうですね。過度な方は長所短所があるんですけど、僕は相対音感といって、そのこのピアノとか楽器がこうやって鳴ってればここがドだからソはこの音だなとか、そういう相対的に測るものがあれば僕は取れるんです、ね、そういう違いです。相対音感は若かりし頃から頑張ってなくても、はい、訓練でどこにかなっていくものなんですか。僕もそう、耳コピができるようになったのは高校生ぐらいなので、うん、全然後からで。なるほど、はい、楽器ができる人がまあ結構やりやすい。じゃあ見ているお母さん方の絶対音感をつけさせたいんだったら3歳までにと言われてます、ね、なるほど、はい、相対音感だったらまだお母さん間に合います、はい、でも結構相対の方も多いので、そこはあの絶対音感ないからミュージシャンになれないとかはないです。よくその絶対音感の人はカラオケで転調されると歌えなくなるみたいなことを聞いたことがあるんですけど。そうですね、その曲の調整っていうのが12個あるんですね、はい、ドからドまでそのシャープフラット入れて、あ、この白と黒の数、そう、白と黒と数が12個あって12音って言うんですけど、うんうん、そのイメージがその絶対音感がある人ほどあるみたいなんですよ。なるほど。なんかファラドだったら赤が見える人もいるし、そういうなんかいろんなイメージがあってそれと多分ずれると気持ち悪くなったりもするし、そういういろんな個人差はあるんですよ。はいはいはい、はい、でもその気持ちはちょっとは分かります。なるほど。こっちのキーの方が、まあ、調整のことキーって英語で言うんですけど、はいはいはい、こっちのキーの方がこの曲に合ってるよねとか、そういうのがある、はい、どうしよう、今日最後もできるか自信なかった結構まあ感覚的なその問題なんで、ね、フィーリングですね。そうですね、その昔の曲ベートーベンとかモーツァルトもこの調整だとこういう曲だっていうのが結構あるんですよ。そこからまあ歴史で積まれていったイメージなんですけど、はい、あの数多いるピアノをやってきた人たち、実はあの副隊長もやられてるっていう、はい、はい、隊長もしました。そうですよね。にわかにピアノをやってた組なんですけど、はい、いつからピアニストになろうと思い出たんですか。もうずっと
やでも僕の場合は本当に多分出発はディズニーの映画の音楽だったりゲーム音楽だったりとか、うん、割と遊んで見てたものとかが楽しくて弾いてたんですね、うん、なので途中からクラシックから割とこう映画音楽とかそっちの方に来たんですけど、うん、だから多分好きなことを続けてでなんとなくその、まあ、音楽の学校に行きたいなってなったのが、まあ、高校1年か2年生ぐらい中学校高校とトロンボーンっていうその金管楽器をやらせてもらって、はいはいはいあとはなんかピアノ の合唱コンクールの伴奏とか ああいうのをただただ男でやったらかっこいいよねかっこいいモテそうだからやりたかったけど全然、ね、もうでもうまい女の子もいっぱいいるので先行みたいなのがあってやらせてもらったりとかだから本当に僕の場合はのびのびとやってきた感じなるほどじゃあなんか教育ママにケツ叩かれながらやったタイプではないんですか僕は多分それだったらやめてたと思いますねあなるほどのびのびとそうだから多分そうですね両親が結構うまく大室にこうビートルズの CD とか置いてあったりとか、うんうんうん、割と今考えるとすごくこう自然に教育してくれてたのかななるほど、はい、親御さんはなんか音楽家のなんですかあ全くないですなくもう趣味で僕以外の家族が両親も妹も、はい、あの歌が好きですごい家でずっとこう口ずさんでますじゃなんか弾いてよあまあそう弾いたら歌うからみたいな、ね、まあそういうこともあったりとかなるほどなるほど音楽一家ではあったけど別にそのプロではないなるほど、はい所でところがですよ。ごめんなさい。